さあ次の新製品はこちらになります。You're here looking for someone? Maybe. Some missing señorita? Ashley, where are you? Your soul requires cleansing. Ashley Graham, are you in here? Let me go. Listen. I'm hearing the president's orders and... What is that? What do we do? The lost lambs are escaping. We need to go. I'm gonna get you home safe. You can stop right there. Ada? Who are you? What are you doing here? My faithful disciple will show her the path. Ashley, run! World shall overflow with his grace. What's happening to me? Now, abandon your body. Leave the girl. She's lost no matter what. Now that he has chosen death. Oh, you gotta be kidding me.出ました。バイオハザード RE4 とのコラボレーションモデル。それがこちら、ガスブローバック SG09R となります。バイオハザードとのコラボレーションモデル第18弾となります。2019年7月11日発売のバイオハザード RE2 とのコラボレーションモデル。ライトニングホーク 50AE 10インチマグナポートカスタム以来、実にね、3年ぶりのコラボ製品となりますのでね、楽しみにされている方たくさんいるんじゃないでしょうかね。先月10月21日にカプコンより全世界配信されましたバイオハザードショーケース、その中でバイオハザード RE4 の追加情報が公開され、この SG09R が少し映っていたんですけども、公開されてね、すぐにこれを製品化されるのかみたいなね、そんな書き込みがねすごい見受けられたんですけども、これからねますます注目を集めるのは間違いないんじゃないでしょうかね。ではね、詳しくご紹介していきましょう。アメリカ大統領直属のエージェント、レオン・ S ・ケネディが使用するこの SG09R は USB をベースにしたカスタム銃となります。特徴的なのは、まず専用コンペンセーターが装着されている点です。今回はこのオリジナルデザインのコンペンセーターを新規製作装着することで、全長が約1インチほど長くなります。そしてグリップも握りやすさとデザイン性を両立させたオリジナルデザインとなります。握った感触としましては、 USP よりも張りはなく、まあ、かといって HK45 ほどスリムではない印象でしょうかね。これはゲームの時代背景を考慮して、あえて過渡期なデザインを採用してあります。またグリップ左側面にのみシリアルナンバープレートがはめ込まれております。亜鉛ダイカストのプレートにレーザー刻印で SD60551 の文字が刻まれております。まあ、念のためこの文字は製品共通の文字となっております。フレーム下部には 20mm レールを標準装備、これによりライト等の各種オプションパーツを直接装着することが可能となっております。
グリップデザインを新規にした20ミリレール標準装備の SG09R 専用レールドフレームを新規に製作してあります。カラーリングに関してもスライドがシルバー、フレームがブラックのハーフシルバーモデルとなります。シルバー部はメッキではなく塗装により質感を再現してあります。スライドの形状に変更はありませんけども、スライド右側面には剣道の文字が入ります。使用するマガジンも専用ではなく USB と同じマガジンとなります。フレームデザインが刷新され、コンペンセーターが装着され、そしてハーフシルバー仕上げと相まって USB の雰囲気を残しつつ SG09R という全く異なる銃に生まれ変わっております。バイオハザード RE4 の世界観、時代背景に合わせた仕上がりとなっております。エンジンに関しても大きな変更はありません。 USB で定評のある15倍シリンダーから繰り出す強烈なブローバック、撃つたびに手にガツンとくる衝撃はまさにレオン・ S ・ケネディになった気分で射撃を楽しむことができます。もちろんデコキング機能やアンビタイプのマガジンキャッチなど USB の機能はそのままに継承しておりますから、使い勝手も抜群です。さあ今回は特別にこの SG09R のパッケージ案もお見せしましょうか。完全限定品の、ね、パッケージ案を発売前に見せることはほとんどなかったんですけども、今回は特別にお見せしましょう。こちらです。出ました。はい、今回はね、なんと斬新な縦型のパッケージとなります。タクティカルトレーニングやね、ミリタリーでもハンドガンなんかをこう搬入する際はね、このようにハードコンテナにね、縦に収まっているのを目にする機会があるかと思うんですけども、今回はねそれをイメージしてあります。ラベルはシンプルに製品名のみとなります。まあ、あくまでもね試作サンプルなので、最終のね製品版ではありませんので、発売時に多少の変更になる可能性がありますのでご了承ください。これをねこのように開けていただくと、こんな感じでね銃が収納されてますね。こんな感じですね。そしてねお気づきですかね、銃本体の他にマガジンがね2本収納されております。今回のこの製品には通常のマガジンに加えてもう1本スペアマガジンが同梱されております。このマガジン自体はね、先ほどもお伝えした通りガスブローバック USB と同じマガジンなんですけども、1本追加で同梱されておりますので、サバイバルゲームで使用する際なんかもね、後から買い足す必要がありませんので、それはね嬉しいんじゃないですかね。さあ期待の高まるバイオハザード RE4 コラボレーションモデル第18弾ガスブローバック SG09R、 こちらの商品は完全限定商品となりますので、ファーストロットのみの生産で終了となります。まあ、そして発売時期なんですけども、ゲームソフトバイオハザード RE4 の発売日が公式で2023年3月24日発売予定とアナウンスされておりますので、それに合わせた発売をね予定しております。あくまでも予定なんですけどもね。さあそして気になる価格なんですけども、現時点では未定となっております。追加情報出ましたらツイッター等でね情報を更新していきたいと思っております。さあ久々のバイオハザードコラボレーションモデル第18弾ガスブローバック SG09R、 ぜひねご期待ください。さあね、いかがでしたでしょうか。マルフェスオンラインパート8新製品コーナー、今回もね気になる製品を2機種ご紹介させていただきました。エアリボルバープロ SA45 4と4分の3インチシビリアンブラック&シルバー、そしてバイオハザード RE4 コラボレーションモデルガスブローバック SG09R。 マルフェスオンラインっていう割には
アイテムが少ないんじゃないですかって。いや、過去のねマルフェスオンラインでも少しずつ発表させてもらっていたじゃないですか。でもね、皆さんの気持ちはよくわかります。じゃあね、ここで予告いたしましょう。次回マルフェスオンラインパート9、来年早々1月中旬から下旬を目指してね配信したいと思います。その時はね、また今回とは違った初お披露目の新製品をご用意いたします。それでね、いかがでしょうかね。まあ、あくまでもね予定なので、まだちょっとねはっきりとは言えないんですけども、ご期待ください。あとはね、先週には新製品次世代電動ガン URGI11.5 インチブラックモデルが発売となりました。あとね、お待たせしておりましたオプションパーツの新製品 MTD もね発売日が決まりました。さあ、そしてね、次世代電動ガン MP5SD6 の発売も控えておりますしね、まあ、さらにはね、新製品電動ガンプラスシリーズ P90 プラスやね、東京マルイ純正リポバッテリー MS リポバッテリースタンダードタイプ、またそれに関連するチャージャーやチェッカー、セーフティーバッグなんかもね控えております。またね、未発売の新製品に限らず、欲しくてもね売り切れ中だったボルトアクションライフル VSR1 やね、次世代電動ガン MP5A5、 エアリボルバープロ SA45 5/2 インチアーティラリーのブラックもね、こうどんどんね出荷されていきますので、この機会にね、新製品に限らず既存品の中でもね魅力的な製品たくさんありますから、お気に入りのね一丁ねぜひ見つけてください。またこちらもね、追加情報とあればツイッター等でご案内をいたします。さあ、いろいろとお伝えしてきました新製品情報なんですけども、ぜひねご期待ください。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。